一応ね、この場面でもね、セーブはできるんだけど、どうだったんだっけ、あ、最後まで行くとスクリプトが壊れていますって言っておかしくなっちゃうのか。いやー怖えな。サユリがいるだけでみんなとの距離が縮まっていく。いやーその通りなんだけどな。そうだよ、みんなで最高の部活にしようねって言ってんだぜ。みんなでやればよかったじゃんって来ちゃった。なんだろうね、この聞きたくないことを聞かなきゃいけない時の感覚、見なきゃいけないものを見なきゃいけない時の感覚にやっぱ近いんだよね。すごい現実の、違う、これ早速もう違ってない？ほら、部活に入ってくれたことも本当に嬉しいけど、分かってた、でももう一つ伝えたいことがある。みんなとのたくさんの時間を過ごしてくれてありがとう。これ違うよね。モニカを消してくれてありがとうって言ってない。サヨリーちょっと待ってこれ1パートじゃ終わらねえわ。もうこれ2パート分けて1時間か30分ぐらい後で投稿しとこう。一人一人が幸せになれるように本当に頑張ってくれたよね。ごめんね、でもいろいろやったんだけどさ、何にもできなかった。俺何にもうまくできなかったよ。大変な時もずっとそばにいてくれたよね。みんなの絆も深めてくれたよね。ありがとう、さより。わかる？部長になった今、私全部知ってるんだ。あ、でも知ってる、そうだよね、知ってるんだよね。このゲームの内容を何一つ見落としたくなかったんだよね。まあ、もうやばい、言葉が出てこないもん。もにもにをしちゃってるもん俺が。実際はまだまだね、多分見直してない、見落としてるところとかね、あるんですよね。データをちょっといじくるとか、キャラクターファイルって何か、別のソフトとか、このゲーム作ってるやつの親アプリケーションっていうのかな、あれになんか参照させると、いろんなまた文献とかがね、出てきたり出てこなかったりするらしいですよ。やばいよ、もうガチムセだよ本当に。このゲームやってると、みんなと一緒に過ごせるように何度もセーブとロードを繰り返してくれて、繰り返したよ。セーブとロードのシステムがね、処理がどうなってんのかも分からずに、あっちこっちね、行ったり来たりした時間を。心の底から文芸部が好きな人じゃないと絶対にできないことだよ。俺はね、好きでいられたのかな、文芸部を。でも、これが初めから私の一番の望みだったんだ。でもとか言うとね、ちょっと身構えちゃうんだけど。みんな幸せでお互いを思い合う仲になることが。そうだったね、さよりって常にね、みんなの幸せを願ってたんだよね。天使かよ。ちょっと悲しいな。こんなにいっぱい頑張ってくれたのにお返しできることがあんまりないんだもん。いやもう いらない、いいんだ、もう何にもしなくていいの、もうこうやっていてくれるだけでいいんだよ。それにもうゲームの終わりにたどり着いちゃった。そっか、いやいいんだよ、いいんだ。願わくばこのまま幸せな気持ちで俺は終わりたい。
許してくれるかな、それを、さゆりは。ゲーム。だから、ここでお別れだね。そっか。あ、ドキドキリテラクチャークラブ。あ、リテラチャーか。ドキドキ文芸部を遊んでくれてありがとう。粋なのかな、これ翻訳ミスじゃなくて多分原文ままなのかな。遊んでくれてありがとう。いやー、こちらこそ本当にありがとうございます。よかった、もうよかったとしか言えないね、本当に。もうここで時間過ごしてたらね、モニカじゃないけど時間かけて一つずつポツリポツリって言葉が出てくるだけになっちゃうから進めようか。寂しくなるね。寂しいよ、すげえ寂しい。別にあのね、どう思うか分かんないけど、さゆりだけじゃなくてモニカともね、ゆりともなつきともお別れになっちゃうんだよね。あー、もう寂しいよ俺。なのにもう二度と俺ゲーム、このゲームしたくないもんだって。また遊びに来てね。いやー、もう来たくないよ。だってここのこのゲームで遊んだらまたみんな死ぬでしょ、みんな辛い気持ちになるじゃん。それはね、辛すぎる。いや見ろよってさゆりがね、いやどうしてもこの演出見てほしいんだって言うんだったらね、見るけど、そんなこと望んでないでしょ、きっと。みんなここにいるから、つら。みんな。みんな R が大好きだから、俺もみんなが好きだ。みんな大好きだよ。みんな好き。誰一人なんて俺選べないよ。みんなが大好き、俺も。モニカ。Hi, it's me. So you know how I've been like practicing piano? 結局時間伸びちゃったな。あとはもう祈るだけだな。ここ大事なとこだぜ。歌詞ね、出さないといけないから。こうエンドロールでね、喋ろうかと思ったんだけど、歌詞読みたいからちょっと黙っちゃうかもしんないな。黙っちゃうはんし、ああ、リプレイじゃねえや。プレイミュージック、お願いしますよ。ゲームレコーダーさん、お願いします。あと3分でいい。持ってくれ。
was my pen. Only write better words for those who are dear to me. Is it love? If I take your is it love? If I set you free?あ、変わらない。変わらないじゃねえや。てか、俺はもう録画ソフトが大丈夫かどうかしかもう気が気じゃないんですけど。詩が変わってるね。詩というかメッセージが変わってるんだね。スペシャルエンディングを迎えた特別なプレイヤーへ。何年もの間、私は昔ながらの媒体ではできない方法で物語を紡いでいくビジュアルノベル。よし、行こうかね。ビジュアルノベル、一般的に言えばゲームの可能性に注目してきた。ドキドキリテラチャークラブはそれに対するラブレターである。おー、ゲームというのは相互に作用する芸術だ。はあ、あるものはあなたに新しい世界を見せ、あるものはあなたの心に真新しい方法で意欲を持たせ、あるものはあなたの人生がどんなに辛くても英雄や友人になってくれる。あるものはただ楽しいだけかもしれないが、それもまた一興。ゲームの好みはそれぞれにある。二次元とデートする人は空想のキャラクターに強い共感を得ているか、そういうことのない人生の冷たさを感じているかもしれない。なるほど。彼らが楽しければそれで問題はない。それはシューティングゲームだろうが、カジュアルゲームだろうが、サンドボックスだろうが、なんであれ関係ない。好みは好みだ。それぞれの違いはゲーム産業繁栄の原動力になる。そうだね。私の好みのゲームはいつも現状に異議を唱えるものである。傑作でなくとも新たな何かを試みるゲームはいつでも私の心に刻まれることだろう。どんなものでも双方向型メディアの無限の距離をさらに後押ししていくのだ。難しいこと言ってんな。時間を費やしフルコンプリート達成した方々に最大の敬意を表したい。フルコンプリートのお墨付きありがとうございます。私がこれを作ったのと同じくらい、あなた方にも楽しんでいただけたことだろう。楽しんで作ったんだ、これ。苦痛だと一切思わなかったのから、どうちくしょうめ。私の文芸部の一員となってくれてありがとう。ラブ、ダン、サルバと。ありがとうございます。これで、同じになるのかな。エンディング、エンドロールの時に、モニカがさ、画像消さなかったんだよね。はっとさ、俺もちょっと、それどころじゃない感じで、見てたけど、もうあれがね、最後の方に来て、ちょっとグッと来ちゃってさ。でも、これで、まあ、閉じちゃうと、多分またあれなんだよね。オープニングにも多分いけないんだよね。ちょっとどうしようかな。一旦確認も含めて、まだ3分だけど区切っとくか。はい、改めて、お疲れ様でした。ありがとうございます。長々とね、やってしまったのでかなりね間延びしてしまってる感も
あったのかもしれないですけど、まあ、無事ねとりあえず終えることができてよかったなと思ってます。あ、やっぱり再起動したら同じねコメントの欄が流れてスクリプト壊れてますダメですってあったので、またデータをまた破壊してこの、まあ、新しいまっさらな状態に戻してます。どうしようかな、10分ぐらいなんか喋ればいいですかね。ノートにまたまとめてきたんだけど、まあ結局ねモニカを救うことはできなかったってことなんだよね。さよりはねああやって言ってくれたけどね、みんなの幸せでもね、モニカもそう言ってくれたからね、みんな友達なんだって、大事な友達だからって、文芸部が大事だからって、なんかやっぱそういう話聞くとよりね、この本当にこの3人モニカ以外の文芸部員のいいところ悪いところを掛け合わせたような存在だったなって思うんですよ、モニカのことが。以前ユイがね心の中にみんな悪魔を飼っているって言ってたんだけど、まるでそれが具現化したような存在にもね思えて、モニカのことは。ただねモニカの幸せだけは、モニカ自身がね望んだ幸せはやっぱり文芸部にはなかったっていう風になっちゃうんですかね。ノーマルエンドの時の最後のモニカの死、あれはねやっぱ地獄のような日々が繰り返されるエンディングだったから、ああやって書いたのだと思いたいんですよね。何もモニカも言わなかったしね、まあ、ただ補足として4週目、モニカのいない世界にモニカを連れてこようとすると、まずちょっと特別っていうか、まあ、ちょっとしたイベントが起こるらしくて、モニカはやっぱりでも戻ることを望んではいないみたいなんですよね、この文芸部っていう世界に。まあ、それがノーマルエンドでもこのコンプリートのエンドでも起こるのかちょっと分かんないですけど、やっぱり自分の居場所がないって、自分の居場所がないなんてね、本当に夏希のように、そうか夏希は文芸部にしか居場所がなかったのか、ね、それ以外のとこに居場所がねなかったのかもしれないけど、なんか本当この3人とは真逆な感じもするんですよね、さよりのそのいいとこ悪いとこっていうのは。さよりはね人をまとめられるけど、みんなのことをまとめてあげられるけど、モニカは忘れて全然できないし、ユリはね結構思慮深いはず、普段はね落ち着いてて、まあ、礼儀も正しくて、夏希がね言ってるくらいの子なんだけど、割とモニカは結構軽率でね、何でもかんでも自分で考えて、みんなこう思ってるだろう、おらーって始めちゃったりねしちゃうし、夏希はねその点結構まあ軽率とはまだちょっと違うかな、ずかずか物を言える、言いたいことはきちんと言えるだけどね、モニカは演じているせいなのか、自分をねいい優等生を演じているせいなのか、あまり前に出ていけないかったりねしてる。それが別に悪いことじゃないんだけどね、その軽率であるとか演じているっていうことは全然悪いことじゃないんだよね。モニカ自身がさすごく優秀だから、多分何でもできると思うんだよね、こなせば、言えば。別に人まとめられなくても個人の、ね、力が高いんで、自分で考えて自分で行動してっていう力がねあるんで、悪いところとも言い切れないんだよね。ただ個人の力が高いけど、モニカの、まあ、夢とか考えてることって割と一人じゃ絶対できないようなことだったと思うんですよね。モニカの世界にいた時にずっと話聞いてて、結構その世界中の人の幸せとか割と世界平和とかをガチでこの子は考えている気がするんですよね。ツイッターとかを見てても、不条理なことをなくしていきたい、根絶していきたいような
絶対一人じゃできないようなことを考えてるような気がするんで、なかなかね、それはそれで闇抱えそうだなって思う。自分のそれに必要な力はあんまり備わってないのかなって。モニカ個人はね優秀、本当に優秀だと思うんだけどね。文芸部も結局これね大丈夫なのかなって、まあ、今後のねことは語られてないけど、まあ、モニカのね干渉がないから、さよりなつき、さよりとゆりは多分かなり落ち着くとは思うんだけどね。多分さよりと R 君、ね、主人公 R 君が一緒にやっていけば、希望的観測かな、夏希とかゆりの問題とかも解決の方に向かってほしいなと思うんだけどね。で多分あの感じだとさよりもなんかかなりあの時点だと落ち着いてるようにも見えるしね。まあ、部長になったことでね、そう、部長になって悟りを開いても、こう平静を、平静っていうのかな、こう冷静さを失わずにいてくれた、あれがな、本当によかった。ひどかった、ノーマルエンド、本当にひどかったからね、本当に。あまりにもやっぱひどくてさ、本当にモニカがあまりにも報われなすぎてね。まあ、このエンディングを迎えられて、でじゃあモニカが報われたかっつったら怪しいところなんだけどね。ね、この文芸部っていう世界とは別にね、何かモニカをもう少し幸せな方向へ導いてあげてくれよ。誰でもいいから誰でもいいからモニカを救ってくれよ本当にさ。そうだから文芸部メンバーは救われたと思うんだよね。最後にさよりが言っててさ、ただみんなの幸せってちょっと怖いんだけどね、モニカもちゃんと含まれていたのかなって、そこに、うん、モニカはねいないけど、ただ記憶を引き継いでるあたり、さよりの中にもそのモニカらしき人格とか記憶は残ってると思うんだよね、さよりの中に。なんとなく、うん、別にそのゆりとかなつきもそうなんだけど、さよりとモニカってなんとなく似てるような気もするんだ。気のせいかな、俺がそう多分思いたいだけだと思うんだけど。ああそうだ、1周目一番最初にプレイした時の、まあ、自分の考察みたいなのがあったんで、まあ、残ってたんでね、まあ、4分ぐらいちょっとここから差し替えちゃおうかな。4分ぐらい流して、で最後もう一回挨拶させていただきます。でこれってじゃあホラーゲームじゃなくて何ゲーっていうと、RPG っぽいんですよね。ドラクエとか FF の想像されてるかもしれないですけど、ちょっとそういうのじゃなくて、こう現実的なロールプレイング、役割を演じるっていう意味合いのことです。ロールプレイっていう。で一応モニカもさ、創造者だから、バンサルバトシだったかな、ね、名前間違えてたらどうもすいません。創造主の、存在は認知しているみたいなんで、となるとやっぱりモニカにもモニカとしての役割が与えられているんじゃないかなって、これずっとゲーム通してきて思ったんですね。で、まずプレイヤー、まあ、R ですね、今回はプレイヤー R なんですけど、まあ、モニカも話してて時々思うことがあるんですけど、割と軽はずみじゃないですか。軽率な行動とかを、まあ、取ったり言ったり、まあプレイヤーね、こう主人公 R 君ほどじゃないんだけど、結構取ってることがあったんですよね。さよりの時とか、もう気にしてないでしょって、なんか引っかかってんのって言ったけど、でもあちょっとなんてことって、なんかちょっと取り乱したところがあったんだよね。
っぱモニカもモニカでこうなんて言うんだろう、演じている場面はあるのかなっていう気はして、で、まあ、ゲームを進める上でやっぱり選択肢があるじゃないですか。まあ、選んでもどっち選んでもどうしようもない、本当にもうゲームを進める上で選択するのはどうしようもないことで、そのどうしようもない選択でどうしようもない結果になってきましたよね今まで。なんだけど今モニカって、いやでも別にサヨリはもともとちょっと具合悪かったし、ユリなんかね頭おかしいしって、なんだったらこれゲームだし、ね、彼女たちは存在しないんだからどうでもいいじゃんって、大丈夫だよって、あなたは悪くないんだよって、そういうすごい優しい言葉とか、ね、一方で、ね、現実を見せるというか真実を話してアドバイスとか忠告とか、ね、優しさを見せてくれるのも、まあこっちのねプレイヤーを本当にかばうため、本当に優しさを見せてくれる状態なんだよね今モニカが。さすげえそれで助かるんだけど、良くも悪くもだからモニカってなんだろう、今見本、良くも悪くも見本、お手本でいてくれているのかなって思うんだ、これからの自分自身プレイヤーに対しての。まあ、それがモニカの役割、与えられた役割なのかなって。だから言っちゃうとサヨリとかユリっていうのは死ぬ役割、夏希なんかはそれを見せつけられる役割、だから主人公 R 君はサヨリがチューブラリンになったものを見る役割っていうものがあって、でモニカはそれを全部仕立てる役割があったのかななんてね、これはもう R のもう思いたいようにただ思ってるだけです。ノートねまとめてた時って分かんないんだけど、まあ、今までの、ね、この役割とか役割が終わるってことは勝手なねこう俺の希望的観測、ゲームの終了じゃねえ終了、これになるんじゃないのかなっていう、これは本当に俺の一番なんだろう望む出る結末です。モニカがさ、ね、後悔はしないようにしてるって俺もさしてるんですよ本当に結構前から。だけどさ今からやることってそんなに俺後悔しないですよやりますみたいな感じでやるわけじゃないから、すごいね後に残りそうなんだよね気持ちが。はい、ちゃんとねハルちゃん差し替わってるかな、編集よろしくね、いつもすいません投げっぱなしで申し訳ないです。まあ実際今もねあんま変わってないんですよね考え方としては。さよりはねまた遊びに来てねって言ってくれるけど、俺はもう二度ともう遊びに来たくないこんな地獄のような場所にはねちょっともう来れないだよね。願わくばねもう少し時間の経ったこの文芸部、新文芸部、幸せな文芸部を見せてくれるならまた、ね、いつでも何度でも俺は遊びに来たいなと思うんだけどね。頼む作ってくれそういうのを作ってくれ結局新しいゲームとかって今チームの方は作られているんですかね。特別発表はね大きな発表はなかったみたいだけど、割となんかその世界観っていうかサヨリとかモニカの名前っていうのは結構別のゲームとかでもなんかあったりなかったりっていう話なんでね、モニカだけでもどこかで幸せを感じていてくれればってね思うね。はい、じゃあご挨拶しましょう。パートが41回になっちゃいましたね、本当にありがとうございます。見れなかったね演出とか、まあ、小ネタみたいなものも複数あるんですけれども、もう R は十分やれたかなと、こんなにね楽しめると思わなかったんで、もう本当に腹いっぱい十分ですね。まあ、ただかなりねこう自分の心の中にはかなり衝撃を受けた作品なんでね、忘れることは多分ないと思いますね。今後また
これのね関連のものが発表とかされたら R も嬉しいと思うしね。じゃあ改めてね、長いことご視聴本当にありがとうございます。お疲れ様でした、ね、怖い思いもさせてしまったと思いますが、また別のねゲーム面白そうなのがあったら一緒に見たりやったりしていければと思います。じゃあお疲れ様でした。